そのままいただきます。ムービーです。よろしいでしょうか。もうちょっといただきますね。今日は何でしたっけ、これ完成報告会、記者会見ですかこれほぼ記者会見だと思うんですけども、お越しいただき本当にありがとうございます。こんな状況の中、こうやって、まあ、観客の皆さんは入れられなかったんですけど、こうやって集まってくださってありがとうございます。映画をなるだけ多くの人に届けられればいいなと思っています。今作映画ソワルでプロデュースを務めさせていただきました豊原浩介です。春過ぎですかね、この企画が立ち上がりまして昨年の夏、もう1年経ちました。撮影を和歌山でしました。まあ、こういう状況ではありますが、多くの方にこの映画を劇場で見ていただきたいと思っておりますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。結構やっぱ難しかったんですよね、自分が、まあ、まだ本当に 5,6 年ではあるんですけども、演じてきた中の中でも結構難しい役で、大事な核となるものとか自分の人間形成ってものが全然できてない人物なので、作っても作りきれないみたいな、とにかく現場に悩み悩んだ結果行くしかなかったし、行かないと分からなかったし、やってみて気づくってすごいあるんですけど、なかなか難しかったんですね、その掴むのが。脚本を読んだ段階でかなりその覚悟を決めなければいけないなとは思っていて、過去にそういう暴力だったりのトラウマがあって、見なくてもいい汚いものを見てしまっているかもしれないけど、希望の光をずっと小さいかもしれないけど持ち続けている子なので、そんな強い子でも絶対孤独で一人では戦えないと思うので、私が一番近くで、宝の一番そばで寄り添って一緒に歩めたらいいなと思って役を作りました。はい、いやすごかったですよね。でもね、うん、もうずっと本当に参加態度というか、はい、まあ、もちろん作られてる側だし、スタートの側の方でもあるんですけども、あんまり現場でそんなにプロデューサーさんのという立場の方の存在ってそうは感じないんですけど、例えばですよ、まあ撮影に3週間ぐらいなんですけど、普段はロケバスがあって、もちろんスタッフさんと一緒に現場にもう本当に1時間ぐらいかけていく日もあれば、別で行く日もあって、その別で行く日っていうのが、例えばじゃあすごく僕だけ朝が早いと、朝5時半とかにもう僕本当朝ダメなんで、あーって言ってもう写真ダメです今そうなりながら出てって、あーきついなと思いながら、こう玄関まで、ホテルの玄関まで行くと、例えば小泉さんがバーンって車をつけて助手席をこう開いて、おはようございますって待ってくださってて、乗ってみたいな、専用ドライバーみたいな状態状態で待っていてくださってる時には、あ、豊原さんが運転席で渋い感じで、僕はその乗るまで乗るまでは、あの、気づかないふりされるんですよね。気づいてないのかもしれないし、気づいてないか分かんないですけど、それはで、まあ、あのコンコンって入るまでは、うん、おはようみたいな、小泉さんはこう立って、おはようございますって待ってくれてて、もうわざわざ閉めてくれて、後ろの席を、後部座席を。決して潤沢な予算でやったわけではないのでこれはあの我々も本当に一緒に働かないとという、もうそんな車で僕はもうグースか寝るっていう後ろで車両止めとかもしてくださるし、しまいにはレールまで引いてくださるっていうでもなんかその瞬間がおそらくその多分 毎日多分次の日どうしようか、僕もちょっと体調崩して本当に迷惑かけてとかもあったので、多分本当にあたふたされてると思うんですけど、でも現場でそういう瞬間っていうのはなんか僕らよりも、僕らも役で辛いんですけど、すごい生き生きされてるっていう感覚、一番少年のような目をしてやってくださってるな、結構言ってくれたんですけど、そうだいぶ言っちゃったけどあ、でも本当にずっと汗水垂らしてあの汗水いやもうそういうもう本当に大先輩で、もう天下のっていう感じじゃないですか、お二人とも。あの二人がもう本当に第一線で汗水垂らしてあの動いてくださってて、私たちはもうのびのびやるだけみたいな環境を作ってくださってました。多分寝る時間とかもなかっただと思うんですけど、なんかいつも本当に生き生きされていて、それがこう活力にもなりました。